こちらは平川市。2013年にオープンしたガーデン。その名も大きな栗の木の下でにお邪魔しています。春から秋にかけて四季折々の花を楽しめるんですが、こちらでは寄せ植え体験ができるんです。大沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。花を選ぶポイントとかってあるんですか？テーマを決めて、はい、どれか好きなお花を選んでそれに合わせて やっていただくといいと思います。はい、どうしよう。チューリップ。チューリップがいいですか？はい、この紫とこの黄色がいいです。ラベンダー。ラベンダー、はい、フレンチラベンダー。どうやって植えたらいいんですかね？奥の方が高く、手前の方にちょっと低めの苗を入れていただくと全体的にバランスが取れるので、はい、いきます。ポットから出して、はい、ちょっとほぐしてください。はい、可愛く仕上げたいんですけど、はいはい、スカスカされするよりも、うん、花束を作るよりも土を隙間があるのでこの棒で押し込んでください。はい、ですか、私たちの寄せ植え。人生初ですが、先生どうでしょうか？可愛いですね。それぞれ個性が出ていいと思います。はい、ですよね。もうすぐ母の日。感謝の気持ちを込めて花を送ってみませんか？今日は私が作詞したこんな民謡を聞いてください。心を込めてありがとう。